バルログ。バルログは JRR トールキンの指輪物語やシルマリルの物語などの創作に登場する怪物である。シンダール語で力強き悪鬼、を意味し、うどんの炎とも呼ばれる。空演屋での故障はバララウコ、複数、型はバララウカール。これらは複数名の総称であり、全体でどれくらい存在したのかは明らかでない。 元々は火を心とするマイアールであったが、メルゴール、後の名をモルゴスに誘惑され、バラールから離反した。サウロン、リューラと共に最も強大なモルゴスの配下として描かれている。特にジョーコのエルフ族の天敵という部分が強く、歴史の中で様々な惨劇が生まれることとなった。体内に豪華を宿し、全身に煙と影をまとう大きな人のような姿をしている。 瞳も恐ろしげな炎のごとく、輝きを放っており、鼻空からは炎が吹き出されている。怪力の持ち主で両手にそれぞれ武器を携えており、すべてのバルログは共通して片手に炎の鞭を持っていた。もう一方の手に持つ武器は個々に異なるようで、森屋のバルログは火の下のような体験を獲物にしていたが、バルロックの王、ゴスモグは黒いマサカリを獲物にしていた。また、 指輪物語の中では巨大な翼のような黒い影を差し伸ばしたり、翼を壁から壁に届くほど広げたといったような描写がある。バルログたちは、エルフの誕生以前に、エル・イルーバタールのアイヌアの歌に不協和音を奏でたメルコールに追随して、バラールを離反し、打点、名王モルゴスの敗下となった。モルゴスの最初の敗北の後は、アングバンドで、 モルゴスの帰還を待っていたが、ランゴスでウンゴリアントにモルゴスが襲われた際、モルゴスの叫び声を聞きつけるや、すぐさま主のもとに馳せ参じて、ウンゴリアントを撃退した。ダゴールイコールヌインイコールギリアスでは、フェアノールの軍勢により敗走した、モルゴス軍の救援としてアングバンドから出撃し、突出して孤立した、フェアノールを包囲した。そして炎に包まれ、手傷を負ったところを、 狩猟のゴスモグが襲い、ついに致命傷を与えた。ニアナイスアルノイディアドでは、ゴスモグと、もう一体のバルログが連携して、上級をフィンゴンを打ち死にせている。ゴンドリン攻略においても活躍したが、狩猟のゴスモグは、エクセリオンと相打ちとなり、他のバルログもゴンドリン十二夜の講師たちに多くが、倒された。トゥオルモ五体のバルログを倒している。怒りの戦いでは、 竜やオークといったスータの闇の怪物と共にほとんどが、殲滅された。ゴスモグ、ゴスマグは、バルログの狩猟であり、アングバンドの総大将であった。知られる中で、最初のバルログの王、ロード・オブ・ボルロックスである。無知の他に、特徴的な斧の獲物としており、普段より、バルログを率いただけでなく、多数の戦いにおいても、ソリュング・ラウルングと共に、 暗黒軍全体のようとなった。ゴスモグには、トロールの護衛も突き従っていた。この時、フェアノール、フィンゴン、泉のエクセリオンなどの協力で著名なイルフラが、ゴスモグの犠牲になった。しかし最後は、ゴンドリンの没落時に、エクセリオンとの一騎打ちで相打ちとなり滅んだ。なお、同戦にて、グロールフィンデルと戦った、バルログも敵と共に谷に落下して果てた。 ルンゴルシンは、シルマリルの物語の初期校である、ザレイ・オブザ・チルドレン・オブ・ヒューリンに登場し、ゴスモグ同様に、バルロックの王、ランガーズン、ロード・オブ・ボルロックスとされている。しかし、クリストファー・トールキンは、ゴンドリンの没落の時からゴスモグが、バルログの王とされていることと、シルマリルの物語に、ゴスモグがすぐに再登場することから、このルンゴルシンは、バルログ王、A、 ボルログロードという意味の単語なのではないかと推測している。ドゥリンの災いとは第三期にモリアを荒廃させ支配したバルログである。怒りの戦いの生き残りが地下で数千年にもわたる悠久の眠りについていたと思われる。ミスリルを求めてモリアの行動をドワーフはあまりにも鈍欲に深く掘り進んだため、ドゥリン六世の知性に行動の奥深くで眠っていた。 バルロングの一体を目覚めさせてしまった。ドゥリン6世とその子ナインは殺され、モリアは後輩して、ドワーフはモリアから逃げ去った。このため、このバルロングは、ドゥリンの家と呼ばれている。ナインの息子スライン1世は、離れ山エレボールを開拓し、山の下の王となった。後に、アザヌルビザールの合戦で、ドワーフが勝利した時も、ドゥリンの家は、モリアの中にいて、ドワーフが、 リアを回復することはできなかった。指輪戦争において、指輪の仲間がリアを西から東へと抜けようとした際、ドゥリンの災いと、オークやトロルの集団が一行を襲撃した。このバルログは、体験と炎の無知を振るって魔法を使い、ガンダルフと戦った。両者ともに橋から深淵に落下した時は、水に浸かって火は消えてしまったが、力は衰えず。 締め付け攻撃に切り替えてなおも戦闘を続行した。複雑で広大な森屋の構造をすべて把握しており、撤退時には、高道の最下層から山頂に開いた窓までを駆け抜けた。この時、太古の存在、名前も持たぬ者たちらの一派が残した、古いトンネル群をモバルログは熟知しており、これらを使ってうから脱出したが、敵を追っていた、ガンダルフもその恩恵で脱出するとが叶った。 最後は銀枝山の山頂でガンダルフと相打ちとなって共に滅んだ。原作中の表現と後の諸映像作品とでは容姿に大きな差がある。アニメ作品と実写映画作品では翼を持っているように描かれており、映像作品では特に後年の実写作品版では巨大な怪物としての元を強めたが、原作ではより人型の魔物に近い。また自らの炎から、 剣や鞭といった武器を生成する演出が取られている。状況に応じて身体構造を幾分か変化させる能力があるようで、原作でのガンダルフとの死闘の際には、バルログが水に落ちた後に体をスライム状にして水から這い上がる描写があるが、これも映像化作品の中では、オミットされて見られない。アニメ作品では当初、ライオンのような頭部を持つ黒色の怪物として現れ、 ガンダルフと共に墜落した後は、悪魔のような上半身に、蛇のようなと下半身を持つ深い青緑色に姿を変えた。ドゥリンノカは、アニメ作品にて、多くらを従えていたのだが、ロード・オブ・ザ・リングシリーズに登場したドゥリンノカは、森屋の軍勢とは、別々に現れ、多くたちは、バルログの存在を恐れて逃げ惑う状態だった。また、原作では、ドゥリンノカの出現時、 相手がバルログラと伝えたガンダルフの言葉を聞いただけで、レゴラスとキムリは、おののの弓と斧を思わず手から落とすほどに取り乱した。自楽自ギルの当選端での戦闘決着時も、原作では雲の上の海星の日の下での戦いだったのが、実写作品では吹雪の中での決着となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。